第4試合クレイジーダイナスティー VS リトルギャラクシースペルクレイジーペサディア組対海援隊道場朝日しおりヒロ東大組。陽気なメキシカンが2ヶ月ぶりにノアマットに帰ってきました。第16代 GHC ジュニアヘビータッグ王者として過去4度防衛の経験もあるスペルクレイジー、おなじみのダンス、そして場内が一気にこのスペルクレイジーのペースに持っていかれます。クレイジーは 8.4 キーパー有明大会出場後メキシコへ一時帰国、回って今ファンの方と顔を見合わせまして、でメキシコへ一時帰国しましたが、すぐさまイギリス、ドイツ、スコットランド、そしてメキシコと世界各国で暴れ回りました。こちらの表情、2ヶ月ぶりのノアマットですが、この変わらない姿にノアのファンも大喜び、大きな拍手を送っています。世界各国で暴れ回りました。まさしく世界を股にかけ飛び回り続けるエクストリームルチャドール。今日の舞台は横浜分隊。去年のこの時期には GHC ジュニアタッグベルトをかけた石森小峠との戦いで2階からのケブラーダを見せた場所、果たして今日も宙を舞うでしょうか。今大きな声を上げて場内を煽ります。まだリング上がりません。そして今リングに入りました。スペルクレイジー、スペルクレイジー入場です。そして今手に持っていた帽子を場内に投げ入れました。一気にスペルクレイジー自らのペースへと引き込みました。スペルクレイジーが2ヶ月ぶりのノアマットに選んだパートナーはペサディア。クレイジーの甥に当たります。クレイジーダイナスティー、クレイジー一族として横浜に乗り込んできました。手荷物はメキシコ国旗、真っ赤なコスチューム、マスクをかぶったペサディアが今リングの上入りました。血のつながったこのタッグが横浜分隊でどんな戦いを見せるのでしょうか。あっと今メキシコ国旗をもとにポーズを決めました。この2人、ごきげんよう。今年2年連続で日テレジータ杯ジュニアタッグリーグ出場、息の合ったタッグで会場を沸かせました。海援隊道場の看板を背負い自分たちのプロレスで勝利をつかむ、朝日は試合前そう話しました。左側青い T シャツが朝日しおり、そして先頭赤い T シャツがヒロ東大です。ヒロ東大は腕攻めからペースをつかむ海援隊、そして朝日はトリッキーな動きで相手を企む、基本に忠実なレスリングで着実に勝利をつかみます。先に入場ヒロ東大、こちら朝日しおりです。トリッキーな動き、自らのペースに持ち込むことができるでしょうか。ヒロ東大朝日しおり組、海援隊道場リトルギャラクシー所属、この2人に対してクレイジーダイナスティー、スペルクレイジー、ペサディア組、この試合は30分一本勝負で行われます。今場内の声援に対してありがとうという言葉を使いましたスペルクレイジーです。あっと海援隊道場の2人が一気に仕掛けていきました。まだゴングは鳴らされていませんが、
開演隊道場の2人先に仕掛けていきました。今ゴングが鳴りました。一気に自分たちのペース持っていこうとしているのは開演隊道場の2人。しかしスペサリーヤがそうはさせずとキックを見舞いました。朝日しおり、ヒロ島内にとってこのスペルクレイジーペサディーヤとの対戦は初です。こういったメキシカンの選手ベースに乗せてしまうと厄介、まずは自分たちのペースで戦いたい、試合前にはそう話していましたが、さあペサディーヤがムーンサルト早速取っていきました。ルチャドールペサディーヤがムーンサルト、何やってんのこれ、しかし今いいよ早く今、老いのスペルクレイジーからスペルクレイジーの老いでありますペサディーヤ、ペサディーヤにとって叔父に当たりますスペルクレイジー。あっと今場外でヒロ島内がペサディーヤとやり合っています。そしてリング上には朝日しおり、ペサディーヤを待ち構えてこの2人、日テレジータス杯ジュニアタックリーグには2年連続の出場。さあ今朝日しおりが飛んでいった、息の合ったコンビネーション序盤から見せていきます。下をぶつけていきましたが一気に攻撃を仕掛けていきます。ヒロ島内キックを浴びせます。一気にカバーに入る、カウントは2です。2人の息の合った攻撃が続いているリング上。さあペサディーヤがうまく捉えてヒロ島内を使って朝日を攻撃しました。ペサディーヤはもう一度ロープに飛ばそうというところ、あっとここは場外にいた朝日しおりに対してキックを見舞いました。ここはペサディーヤ場外に向かってヒロ島内の頭を打ちつけていきました。さあそしてスペルクレイジーがここから、これはレフィーが制しました。この動きに場内からブーイング。さあそしてスペルクレイジーが飛んでいった、レフリーの背中を使っての攻撃、すいません、何が起きたかわからないというような死角からの攻撃でした。スペルクレイジー早速飛んでいきました。スペルクレイジーです。こうした間にも場内のファンの方と何か声をかけています。さあアットリング上ではペサディーヤが抑え込んでいく、カウント2回しました。ヒロ島内、ヒロ島内この横浜分隊での試合は初めてということで、自分たちのペースに持ち込んでそして横浜分隊のファンに楽しんでもらいたいということを話していました。あーっとキック、連続攻撃を見せましたヒロ島内。こうした大きな舞台で戦えることはレスラーとしての喜び、しかしここで満足せずに上を目指したい話していましたヒロ島内。3日後には30歳の誕生日です。さあそのヒロ島内から朝日しおりに変わりました。そして同じくしてスペルクレイジーにタッチを交わして、リング上は朝日しおりとスペルクレイジーです。エンズイへのキック、そしてクレイジー目がけてこの動きは読んでいました。かわして丸め込んでいきます。もう一度かわしてスペルクレイジー、あっとクワ、お互いの動きの読み合いか。さあ一気にあっとを見せていきました。キックを見せていった朝日しおり、あうんを見せました朝日しおり。さあそしてリング上はもう一度開演隊道場の2人、朝日を飛ばしてここはスペルクレイジー迎撃、もう一度雲を読んでいました。さあボディースラムでニュートラルコーナーに突き上げます。ヒロ島内を逆さまの状態にして今度はペサディーヤがそこに向かって打ちつけた、せーの、一度飛ばしてここはヒロ島内に対して朝日しおりを使って攻撃しました。クレイジーダイナスティークレイジーズバーッと垂直に落としていきましたペサディーヤ、そしてそのバトビー飛んでいきましたスペルクレイジー、
カウント3入りました。一気に試合を決めたスペルクレイジー。開演隊道場の2人、朝日しおりに対してスペルクレイジー一気の攻撃。2ヶ月ぶりのノアのマット、見事に勝利で飾りました。ベサディーヤ、スペルクレイジーの追いです。そのベサディーヤとのタッグを組んだスペルクレイジー、クレイジー一族、見事なルチャリブレ、ルチャドールとしての真髄を見せつけました。この横浜分隊のファンも大きな拍手を上げています。大きな拍手を送っています。試合は4分58秒、スペルクレイジーが朝日しおりに対してスリーカウントを奪いました。しかし開演隊道場の2人も息の合ったコンビ、見事な攻撃を見せました。スペルクレイジーはまだまだ陽気な姿、この陽気なメキシカンがノアのマットに戻ってきました。そしてペサディーヤもそのスペルクレイジーの動きに乗せられるかのように何か踊るような仕草を見せました。スペルクレイジーはノリノリです。まだまだ余力が残っているかのような、そんな余裕の退場を見せます。スペルクレイジー、ペサディーヤ組、勝利を収めています。深々と一礼、礼儀正しく横浜分隊のリングを後にしていきました。